うちの会社2階の営業フロアがですね、はい、フリーアドレスオフィスといってですね、はいはい、自分の机がない事務所になってるんですよ、はいはい、普通の事務所みたいにしようと思ったら3フロア分あるんですよ、うん、でそれをワンフロアで終わらせてるんです、ね、で自分の机がないわけですから、はい、これ大変なことでして、うん、定位置がないんですよ、はい、で、はい、横に座ってる人はいつも違うグループの人だからコミュニケーションがいつも取れまして、うんうん、上座下座という発想も全くありません。で、まあ、フリーアドレスオフィスにしたのは2000年なんですけども、はいはい、組織の効率化ということを考えまして、うちの会社でも以前は縦割りの組織で、1か2か3かというふうにありましてね、うんうんうん、いい意味で競争してた、はいはい、で情報の共有ができなかった、で、これは良くないと、で1課が忙しいときは2課が暇だとか、はいはいはい、2課が忙しいときは3課が暇だとか、はいはいはい、みんな一緒に忙しくなるということもないし、うん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 、まあそういう状態だと。なるほど。で、みんな一緒に均一になればいいなというふうに思いまして、フリーアドレスにしまして、はい、情報の共有と、実はこれも非常に難しいんですけども、うん、忙しさの共有もしてます。なるほど。恥ずかしがることもなくですね、今日私忙しくてさばけないから誰か手伝ってっていうようなことが言えるような職場にしてます。そしたら誰かが必ず手を挙げるようになった。なるほど。完全じゃないですけど、人によってやっぱその仕事量がまちまち増えたり減ったりするから、はいはい、忙しい人が私ヘルプミーと言えるような、はい、ことが言えるようになってると、はい、そうです。そのためのフリーアドレスであり、はい、情報共有なんだと。はい。日誌っていうのは今日の反省はあまり書いてないんですよ、うん、明日の予定書いてるんですよ。なるほど。で明日の忙しさの予定まで書いてあるんです、うん、でそれで仕事のハンドリングというのが全部できるようになったんです。よくですね、女性の戦力化って言いますけども、はい、女性を男性と同じように、うん、男性営業マンと同じように働かせるっていうことがですね、業界でも流行してますし、うんうん、最終的にはそうなるのかもしれないけども、うん、今の段階だったらですね、はいはい、なかなかそうはいかないですね。そういかない、うん、いかないですね、うん、で女性の細やかさを生かすにはどうしたらいいか、うんうんはい、特性を生かすにはどうしたらいいかというようなことで、はい、うちの女性はですね、まあ事務と言いますけども、はい、営業管理というふうにしてる。営業事務を営業管理に読み替えた。はい、はい、で何をさせてるかと言ったら、はい、チーム運営を女性にさせている。この部分がバランスが崩れてますよとか、はい、あと決めたことがここがまだできてませんよとか。なるほど。男性はですね、外に出ますよね、はいはい、どんどん交互に出るわけです。そうですね、一緒に出たりするわけです、はい、ほとんど会ってないんですよ、はい、チームリーダーは自分の部下の顔色をほとんど見てないんです、うん、なるほど。話したこともないんです。なるほど。ただその情報をどういうふうに伝えるか、はい、で、バランスをどういうふうに取っていくか、で、この人はトップの方針に合ってるかどうかというのはチームリーダーも知らないんです。なるほど、なるほど。じゃあ社内にずっといる女性が営業管理という役職を持って、はい、そのリーダーも含めた男性の方々の情報を集約したり、はい、足りないことを補佐したり、はい、バランスを取っていくと、はい、そういう役職に作ったわけですね、はいはい、そのチームの縦系列じゃなくて、はい、管理部の系列の中に入れて、はい、A グループ、B グループ、C グループありますよね、はい、これは外に出る営業のまあ、グループ分けです、はい、で営業管理は管理部から出てきて、一人の人が A グループの一部と B グループの一部を担当したりもできるようになった。それは何を意味するんですか。例えば、うん、A グループが忙しいから B グループが手伝ってよと、うん、なかなかできんじゃないですか、うんうん、できない、はい、それは営業管理がそういうふうにやってるからできるんです。なるほど、はい、忙しさの共有もできるようになるのはこの営業管理の存在なわけですね。そうなんです。なるほど。で組織がもう全部、まあ、
縦割りと横割りもあるし斜め割り も変化自在にできるように作り上げました。なるほど、はい、それを導入した営業管理の職種を導入したことによって、はい、ビフォーアフターで何が一番大きく変わったんでしょうか。大きく変わったというのはもう全社のモチベーションが高くなりましたね。うーん、売上とかそういう業績にも変化が出てきたんでしょうか。はい、上がりましたですね。上がった、はい、その忙しさの共有ができたことによってってことですか。うん、コンセンサスが取りやすくなったんですね。なるほど、はい、みんな一緒になって一つの目標を達成しましょうというような雰囲気といいますか土壌が出来上がりました。なるほど。ですからうちもよくやるのが予想当てクイズといってですね、みんなで、今月のうちの数字はいくらになりますってクイズやるわけです。へー、業績当てクイズ。そうです。ほー、でやってみんな全社の数字を考えます。なるほど、それで数字の意識が全社的に高まるわけですね。はい、全社の数字が上がればいいんだということで、うんうん、サボる人が一人もいなくて、うん、忙しさがみんな一緒。なるほど、共有されるというのが理想です。なるほど、はい、それに近づけようとしてます。営業会議はありますけども、うん、一定の役職上の人がチーム会議出ますよね、はい、今やってるのはノート取ったらいかんと。ノート取るなと。ほう、一番いいと思ったとこだけを感想だけを一行だけ書く。でも議事録必要ですよね、うん、で議事録取る係の人がいまして。なるほど。議事録取る係の人はネットで下に全部流すわけですよ、はいはい、だからバッジ方式で全部会議の内容というのは全部流れるわけです。オープンになると、はいはいはい、そういうことをやってます。じゃあもう議事録を各自が細々とメモらなくていいから、はい、自分は何を実行するのかとか何を感じたのかとかいうのを書いていけばいいと。そうです、うん、だからもうで会議に参加しなさい。会議に参加すると、うん、どうしてもそうですね、メモして参加してない人が多いですもんね。そうそう、はい、メモするのに精一杯で、はい、頭もそれでもういっぱいいっぱいになっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、そうじゃなくて、もう参加して、うん、いいところを聞き出すと。なるほど。そういうのにエネルギーを割きなさいと、うん、そういうような営業会議のあり方っていうのをしてます。なるほど、勉強になります。ありがとうございます。